い、皆さんこんにちは、追いかきうまくナノクラブのアドです。ということでいつもご視聴いただきありがとうございます。本日は膝の書き方について考えていこうかなと思っております。視聴者さんからのコメントです。肩から首のラインがエロくていいですねと。これは肩の書き方を以前やった時の動画に対してのコメントですね。セクシーな肘膝の書き方も気になりますということで、いつもご視聴くださってるアさんという方からのコメントでした。アさん、ご視聴コメントありがとうございます。はい、ということで、膝なんですけども、膝にね特化しました。で、今日の動画の内容さっくりとご紹介しますと、まずは膝の凹凸をちょっと確認しようということで、こんな感じで写真とか自分の膝とか模写してきたので、その中で、この凹凸感形は押さえておいた方がいいんじゃないかと、そういう内容を共有します。で、その後はですね、セクシーとは何かっていう、AI のイラスト見ながら、セクシーな塗りとは何かっていうのを、考えてきましたので、それを共有します。で、最後に実践編ということで、自分のオリジナルイラストに適用して、実践で描いてみると、そういう内容になります。では早速ね、いきたいと思います。まずは膝の塗りについて、膝の凹凸について、見ていきます。まずね、膝、直立してる時の膝こんな感じだよねと、ここの膝のこの膨らみは皆さんもご存知だと思うんですけど、でこれがそのどうつながってるかみたいな話なんですけど、形の取り方としては、ここからこの膝のポッコリがあるんですけど、外側のこのももの筋肉、ここが外側のこのももの筋肉につながって、こっちも内側のももの筋肉、ここにつながってると。で、ここにこういうふうにね、すねの方にポコってこういう、こういう感じの凹凸があって、で、外側の筋と内側のポッコリで、この内側のポッコリからそのまますねのこのラインにつながるっていうイメージです。で、ふくらはぎが後ろにこうついてると、こういう取り方手順っていうんですかね。で、大体はこの凹凸感なんで、であとは外側にこういうポッコリがある、自分の膝を触ってみていただいて、この外のポッコリは人によってはないかもしれないですけど、でも押さえておくべきはこの感じの流れかなと思います。結構自分の膝を触ると一番わかりやすいかもしれないですね。今触ってみていただいたら、自分の膝したら、ここのももの前の筋肉、ここからさすってみていただいたら、ここから、ね、この膨らみにいってるのわかると思いますし、でこの辺にもなんかね、ゴリッとしたのがあるかな。で、外側もここからこっちにね、膝の膨らみがあって、で外側にここ筋があるのを触ったらわかると思うんですよ、筋で。その下にふくらはぎの膨らみがある。で、この腱からそのまま内、この膝のここのゴリッとになんかつながってる感じ、ここに膨らみがあるという。で、こっちはこうふくらはぎの筋、こんな感じのイメージで、内側の骨と、内側の骨、外側の骨というか筋、ここに見えてるこれが、内側から見たらこの辺にまた骨のポッコリがある。で、ふくらはぎの筋肉という形で、膝のポッコリで、ここももの筋肉と、外側の方は特にこの筋、これ筋あると思うんで、触ったら分かると思うんで、筋です。筋からふくらはぎで、この辺にポッコリがあると、膝があってっていう。で、あと膝のこのここのね、この辺に、人によってどうか分かんないけど、ポッコリと、ここに、オスグッドってよくね、スポーツやった人分かると思うんですけど、ここに膨らみがあるんで、ね、成長期にここが痛くなるわけですけども、ここにもちょっと骨張ってる何かがあります。なんで、膨らみここと、大きくはここの内側の骨と外側の筋と、この辺にもあるよね、ポッコリっていう、これも骨でしょうね、これ。はい、という感じでした。で、解剖学的なことはちょっと今回はね、僕は置いときます。またネットで膝構造とかで調べたら出てくると思うんで。で、これ曲げていく場合、これ、下田スケッチさんっていう面白いお絵描き研究所を見つけまして、またその方の、ツイッターアカウントをリンクに貼っとき、概要欄に貼っときます。本当にまさにお絵描き研究所という感じで面白くて。で、その方は膝の描き方でいいなと思ったのが、ここの膝を曲げた時に、ここの骨がね、骨見えてるじゃないですか、ポッコリが。これが、ここの膝ものさっきつながりを感じてくださいって言ったら、ここの、もも前の筋肉のここがですね、上に来るっていうか、覆いかぶさってくると。で、このポッコリがちょっと見えにくくなるよということを、その下田助さんではやってて、で、僕も確認したら、そんな感じだよねと。このポッコリが、ちょっと見えづらくなる、ここのもも前の筋肉によって。で、もう一個、自分的には、膝曲げた時に、ここの外に、骨っていうかね、角を感じますね、めちゃくちゃ。触ったらわかるんですけど。だから、もも前筋肉、ちょっと隠れ気味になるポッコリと、ここの角の。角張りで、ももの筋肉へと、こういうイメージです。この角張りっていうのが、ここのイメージです。もも前筋肉、膝ポッコリだから、この辺もね、膝ポッコリ、曲げ方によって見え方若干変わるんですけど、その時にこの膝のもも前の筋肉がちょっと、このこれぐらいの曲げだったら、膝ポッコリからもも前筋肉へのこのラインありますね、このライン、これがこういう感じになるんだけど、次はここのもも前筋肉が曲げれば曲げるほど優位になってくるっていうね、感じでした。横から見たらこんな感じ、膝ポッコリと、もも前の筋肉と、で、ここの、膝の前のこの膨らみ、内側にね、この辺のポッコリがあるんで、ここがへこんでるように見えるというか、溝っていうんですかね。はい、これが自分の膝、ちょっと一応書いておきますね。自分の膝を見てみるという話です。普通に見ながらスケッチしてみてください。で、触るってことですよね。はい、で、あとは、これだけじゃなくて、
Pinterest でいっぱいスケッチしてきました。面白いというかいいなと思ったのはこれかな。これをフィギュア造形師さんがこういうのを意識して作ってますみたいな写真があって、こういう感じのラインイメージですみたいな、くるぶしの外側とこの内側がこういうラインになってて、膨らみのこのこことここの膨らみのここちょっとこの内側の方がまあ下に下がるじゃないですけどね、するといいよみたいな、これもそんな感じ。まあ外側はその膨らんでる感じじゃないんですよね。さっき自分の膝で確認したみたいに膨らみというより筋なんだよなっていうね。外はどっちかっていうと傾斜を覚えるのいいよねっていうのがまず一つで、あと桃の裏、これも下田スケッチさんがやってたやつで、めちゃくちゃ面白いっていうので、ふくらはぎのこの筋肉ですね、これ膝とかあんま関係ないんだけども、ここが A ラインでつながってるっていうんですかね、膝裏はここの A ラインのこの筋を描くのが、まあ、セクシーっていうか、まあ、肉感出すので大事だなというふうに、ね、思いました。ただこういう形をしてるよっていうことだけ一旦覚えてたらいいかなと思うんで、内側はねまっすぐ描いちゃってこういうラインがいいよみたいな資料もあったかな。最後にふくらはぎこうやってつけたらいいと思います。そういう資料もあったと思います。こういうラインだよっていう足のラインも大事だと思うんでね、まあ大体この辺押さえとけばいいかなと思います。で続いてセクシーな塗りについてね考えていきたいと思います。でAI の、まあ、写真とか画像を見て面白いのが、この上の写真これ見ていただきたいんですけど、こういう画像めちゃくちゃ生成されるんですね。でディテールめちゃくちゃなんですけども、セクシーなんですよどっちにしろ。で膝小僧何個あんねんと、まあ、ですけどセクシーだよねということで、このセクシーさに今大事だなと思ったのは、僕は線ちょっと最後太くしてますけども、まあ、この線の細さと、あとこのグラデーション、このパキッとしたシャドウの部分の塗りと滑らかな曲線部分のグラデーション、あとこのハイライトでツヤ感出すっていう、多分 AI イラストだと思うんですけど、誰か の自分の絵じゃないんでちょっとここでは載せれないんですけど、足の部分だけねちょっと模写したんです。膝のイラスト、じゃあこれでいいんじゃねっていう僕的な塗りが、まず一色ベタ塗ります。一色ベタ塗りまして、でその次影、これは影はこれ定山でちょっと薄紫の色を定山でのしてまして、でまずこの影でグラデを使わないっていうことだと思います。大事なのはなぜかって言ったら、落ちるパキッとした影は直線的で、アーチ部分はグラデかけることでいいムッチリ感になるので、ここ滑らかだよねっていうところをこするでね伸ばしてます。だからここパッキリ、ここちょっとやんわりみたいな、でその後にこの、影のレイヤーにアルファロックしてちょっとこう暖色足したりとか、この紫と暖色のちょっと両方入ってる感じを演出しました。でその後にこの下地のこの肌色の部分に、影以外で立体表現の塗りを足していきます。こんな感じで、まあ、ここはもう普通にこうマークしてコスルで伸ばすだけです。立体表現として凹凸感出すだけと言いますか。でこんな感じになります。であとはこの上からオーバーレイかなんかで暖色膝のとことか追加して、最後ハイライト、まあそんな感じでこっちも同じリックです。まあ最後のこのハイライトと暖色でだいぶ良くなる感じです。ということで、まあ今の手順である程度こういうムッチリ感は出せると思いますので、最後に実践編で、それらの書き順を持って、書いたらどうなるかっていうのをちょっと簡単に振り返って終了となります。ポーズアプリあったと思うんですけど、今回実際にね使ってみました。であとはPinterestの服はなんか今っぽいやつをね参考にしておきました。まずポーズはポーズアプリ見ないで大体考えたりとか、Pinterestの、ポーズ写真いい感じのやつを、まあ、さっくり模写して、まあ、こんな感じがいいよねと、そして今回これを参考に、ポーズアプリでポーズをね作ってきました。でこの2つ、これを見ながらと、この子がこっちですね、でもう一人の女の子がこちらです。こんな感じでいこうと。で衣装はこちらです。まあ、こんな感じの、ちょうど野球やってるしね今ということで、銃じゃなくてバットをね持つことにしました。こういう衣装イメージを作りまして、でそして最後に、ここから清書じゃなくて線画ラフです。こんな感じがいいよねと、こういう感じ、ちょっとラフが一番可愛かったですねこの段階が。でその後に、塗りでちょっとラフ、こんな感じの影、これを見たらすごい参考になると思います。前回 のアニメ塗りの、まあ、おさらいも兼ねてなんで、このグラデの部分を自分の判断でパキッと割っていくっていうねお話をしてたと思うんですよ。まあ、こっちとちょっとコントラスト変えてますけども、パキッとやると。で次線画ね、これ線画を細めに描いていきました。で次、肌一色ベタ塗ります。でこのラフを参考に影をね入れます。こうやってさっきと描き順同じですね。これ参考に、この感じです。なんでまず影で、次影を伸ばしてます。ブラシが、スタジオペンっていうやつです。スタジオペンってこれで擦ってます。はい、擦りまして、でその次に、影のこの定山で入れた影を色をちょっと色変しまして、でその次に下のベースのところに塗りを入れていきます。こんな感じでね、まあ、色のせては擦るっていうそれの繰り返しです。
だからこのお腹のとことかも、まあ、自分の中でこう輪切り線の立体感はもう把握できてる状態にして、まあ、形出ししていくっていうようなね感じです。で最後にこうハイライトと暖色でこんなに変わりますよっていう話ですね。だいぶ変わるよねと。だこの暖色めっちゃ大事じゃねという、暖色っていうかこれはソフトブラシでエアーブラシというかグラデかけてるだけなんですけど、ハイライトと暖色でこんな変わるんかいと。多分これですね、エロさっていうかセクシーさっていうのは。右の子も同じ手順で描きましたので、まずねこうやって影1個目の影をね塗りまして、その次にこの影伸ばして1つ目の影をつけました。そしたら色を変えますね。黄色すぎるなと。黄色すぎるとねちょっとなんかねセクシーさがちょっと不透明さが今回この子はなんか欠けてたかなっていう感じがします。オレンジすぎると言いますか、もっと紫寄りのピンクっていうかこの感じでコントラストが言いますよね。寒色っぽいのと暖色っぽいのと。なんで描き順はね全部同じです。服も一緒ですね。このパーカーも同じで影入れてから伸ばして形出ししたという感じです。線細いよりラフの方がしかも可愛いよねって。なので後からねこの完成形の上に線をこうやって足しました。はい、なんでまあちょっと線弱いなと思った方は線足したりしたらいいかなとね思います。はい、ということで、今回はここまでになっております。まあ、膝は膝の曲げ具合とかシチュエーションによってだいぶ見え方が変わってきたりとか、今回あまり解説してない膝裏が難しいとかねいろいろあると思うんですけども、皆さんもぜひセクシーな膝の塗り描きをトレイしてみてください。それでは次回のご視聴もお楽しみに。さよなら。